皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。前回は耐火スライムのボスを倒したから、その続きからだね。今回も水をかぶりながら戦っていくことになりそう。このエリアは全部の敵が炎を使ってくる感じがするわね。そして新しい敵、火球パイロマンサー。炎に特化した魔法使いか、水をかぶってないとかなり厳しそうな相手かも。でも魔法使いだからか耐久力は低いね。集中砲火すれば1ターンで倒せるのか。しかし今から相手が使うこの吹き出し、どうやら近接攻撃をすると炎のカウンターを食らうみたいね。炎の壁か、そういやこっちの魔法使いも覚えれたよな。まだ覚えてないけど。今覚えても相手炎に耐性ありそうだしね。炎の壁はある程度持続するみたいだね。こっちには弓使いがいるからそこまで苦にはならないけども。炎の壁に直接触れなければいいから、弓とか魔法とかなら大丈夫ってことよね。この全体攻撃の炎強いな。ガードしてダメージ半減して15ダメージってことは、水をかぶってなかったら30ダメージぐらいか。相手が2体以上いて交互に全体攻撃とかされたらかなり厄介そうよね。経験値はかなり美味しいかも。さて、この先も下級パイロマンサーばっかりだな。一応奥にスライムとかもいるけど、赤い扉の鍵で横道も開けれたね。こっちは下級パイロマンサーみたいに耐火スライムみたい。炎の壁がかなり面倒だけど勝てないわけではないな。水に濡れてなかったら多分負けてるけども。こっちは横道ってだけあって宝箱が多いね。テツト。なんだこれ、強所戦闘ガイド。敵の行動の吹き出しの別の情報が見れるみたいね。ダメージタイプに射程距離。そういえば前衛のゴブリン騎士の大防御と似たやつで斬撃からさらにダメージを減らすとかそういうのあったな。ここで相手のダメージタイプを見て防御方法を変えるってのができるわけね。ちなみにこれだね、斬撃防御、打撃防御、一つ防御。それぞれのダメージタイプからのダメージを 80% 減らす効果があるわね。うまく使えれば強そう。さて、ここのボスだね、火炎のインプ。ちゃんと水に濡れてきてます。火炎のインプは火の魔法を使った後は魔力が上がるみたいね。魔法の威力がどれだけ上がるかによって怖さが変わるなこれ。さて、ボスから狙っていくか、下級パイロマンサーから狙っていくか。でも炎の壁がある下級パイロマンサーを倒しておいた方が良さそうかな。これ火炎のインプに蘇生がなければかなり楽そうだけど。ここで蘇生しないってことは多分ないんじゃないかな。蘇生はスライムのボスだけの特権だったりして。そして炎の壁は下級パイロマンサーに。前衛のゴブリン騎士が狙われないってことは、挑発のチャンスだね。そして挑発した次のターンに全体攻撃をされるっていうね。そして新しい攻撃、消耗。構え直ししてもスタミナが半分しか回復しないみたいね。これは挑発しててよかったな。弓使いってスタミナの割に攻撃に使うスタミナが多いんだよね。さて、全体攻撃は来なくなったし今のうちに体勢を整えて攻撃しようか。おお、エナジードレインで37ダメージ。かなり火力が出るようになったな。これであとは火炎のインプだけね。今のところ強力な技とかは使ってきてないし余裕で倒せそう。ちなみに弓使いの技能いろいろ増えてきたけど、この急所攻撃、非生物には効かないんだけど、確か相手悪魔だったよな。なので狙い撃ちでいきます。狙い撃ちで57ダメージ、しかも意外と相手の体力減るわね。なんかスライムのボスよりも体力少なくないかこれ。相手の構え直しのターン、挑発を上書きして、弓使いはスタミナ回復。大防御が使える間は全然余裕で耐えれるね。スタミナ回復してないのにまだ13あるからね。防御に専念してるってのもあると思うけど、それでもかなり耐えれてるから助かるね。これはこのターンで倒せそうだな。魔法使いの通常攻撃と弓使いの攻撃で終わりかな。お、追悼のが起きたわね。なんか、正直な話をすると、スライムのボスの方が強かった気が。スライムのボスが強いってよりか、蘇生が強い気もするけどね。スライムの蘇生ってなんか分裂してそうだけどね。そして新しい杖は下級のダメージが増加、ここら辺だと火は意味はないけど後々活躍できそうだね。それじゃ、多分この先にも柵を上げるレバーがあるからそれを上げて今回は終わりにしようかな。これだね、レバー。次の敵はどんな感じなのかしらね。ちょっと見てみるか。おや？妖精みたいなのがいるね。敵ではないみたい。どうやら通れないみたいだね。ここはまたどこかのタイミングで来るのかな。おや、なんか急に炎っぽさなさそうだけど。土の戦士、普通に殴ってきそうな相手ね。でも水を引き込めるってことは炎も使ってくるのかな。とりあえず今回はこの辺で。次回は土の戦士との戦いね。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。